はい。減りましたね。まあいいでしょう。はい、じゃあね、まあ言うてんのなんだけど、みんなトイレ行ってきたのかな。あ、なんかさっきのに関してちょっと質問あればどうぞ。もっと話したかったんだけど、やっぱ足んないね。もっとね、守備の話とか したかったよ。この間、コーチがなんかリモートの時にお酒飲んでるとかって誰かが言ってたけど、酒じゃありませんか？水ですか？水です。熱き&奏でって書いてある。はい。じゃあね、早速。お待ちを。どういうかわかんない。用意します。はい、今 YouTube が映ってると思いますんで、映ってなかったら言ってください。はい、じゃあちょっと、まあ時間が短いので全部は見れないけども、まあ 土曜日にディエンタっていう菊川市のチームが来てくれて、まあ試合した4年生の動画と、まあ まあ、それはちょっと見て終わって、昨日やった岩松招待での藤川 FC さん。また U10 なんですけども、まあ、ぜひね、U11 も動画ください。まあ、ちょっと見たいなっていうふうに思います。まあ、見ながらコーチが、まあ、うんちく垂れますんで、まあ、この時こうだよ、ああだよってね、まあ、どんどん時間経過しますけども、ん？って思ったら、これ今レコーディング撮ってるんで、もう一回見てもらってもいいし、この元々の動画がアンセムチャンネルにありますんで、見直してくれればいいかなっていうふうに思います。まあ、ちょっとね、YouTube 一緒に見ると、なんかカクカクしちゃうんだけども、ね、まあ、なんとなくわかんなかったら、元の動画見て。こっちの矢印が見えるよ。くる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 。で、相手見ろ、相手見ろっていつもコーチ言ってると思うんだけども、君たちをうまくさせてくれるのは、コーチとか味方じゃなくて、間違いなく相手チームだとコーチは思っているので、まあそういう意味でも、まあ相手チームっていうのを、まあリスペクトして、こう、なんて言うんだろうな。どういう状況なのかなとか。まあ、例えば、ディエンタさんなんか、フォワードの10番、この子ね。なんかが、非常に強烈だったと思うので、まあ、相手の強み、キーマン、ね、は誰なのかなって観察して相手を見てほしいし、その相手の強み、キーマンであるところで、やっぱサッカーしてしまうと、どうしても、こうピンチになりがちになると思うから、相手のキーマンのところでやらない方が賢明かなっていうふうに思います。で、なので相手をしっかり観察してください。なんなら相手チームのディフェンスラインは何枚なのかなとか、2ボランチなのか、ボランチいない状況なのか、っていうふうに相手をよく観察することができると、相手チームってここが弱点じゃんとか分かってくるから。いつもディフェンスラインのことを気にしてれば、ディフェンスラインこいつらめちゃめちゃ下げてくんなとか、ね、ディフェンスラインと中盤のラインがすげえ空いてるよなとか、相手のその、つついた方がいいところが見えてくるので、ね。相手のフォーメーションが分かっちゃうくらい、なかなか難しい時もあるんだけど、見てほしいなっていうふうに思います。
来週だね。まあ、ちょっとシュートに球威がないけども、もうこれ7というよね。こういうふうに、まあ、ちょっと今カバーリングがいないんだけども、もう一回。ね、っていうふうに、まあ今、そもそも7とかカバーリングだったのかな。うん、今みたいになんかこう、ビビって引いちゃったりすると、よく少年団であるけどさ、手前でバウンドして頭頭上越えられて、何やってんだって怒られてる選手。あ、これもいいよね。体の入れ方ね。ボール、相手、自分っていう順番で常にボールをキープ、ボールダッシュしてほしいね。もうちょっとで流れるかな。体の入れ方のタイミングが早い時があるんですよ、4年生は特に。うん、こうやってね、7とかファーストディフェンダーバチーンっていける選手なのに、昨日の、あれかな、岩松戦とかだったかな、やっぱね、こう、いけないって見ちゃうと、それこそ足元上手い子なんかに翻弄されちゃうから、そうすると子供相手でも大人だって翻弄されるときされるからね。うん。相手に自由を与えないように、早めにボールに食らいつく。そうするとね、フォワードとして作業が増えるんだよ。まずキープしなきゃいけないとか。そうするとフォワードやってた私としてはすごくめんどくさい、ね。ファーストタッチなんか今日うまくいかねえなっていう時とかね、もう何もできなくなったり。ごめんかな。違うな。もうね、蹴ってくるぞってよく言われることあるけどね、全然もう無視。ね、蹴るスポーツなんで。例えばキック&ラッシュのことを否定する人もいるけども、リック&ラッシュも防げなかったら、それは武器ですからね。まあね、アンセムは別にそういう練習してるわけじゃないけど。どうしたかな？進めましょう。隣のコートのボールが転がってきても、基本的には無視。自分のゲームに、集中。それこそヨーロッパのね、サッカースクールとかが今あちこちにあるけども、まあ、当然のように隣のコートからボールがね、転がってきちゃったりするんですけども、激しく怒られますね。それに、ボール取ってやってたりしたら。君のやる仕事は何なんだみたいな。日本人だとどうしてもね、なんか親切心で取ってあげたりとかあるけど、気持ちはわかるんだけど。そんなことやってる間にポジションが崩れたりするからね。いいね。いいよね。これミドルシュートって防ぐのなかなかさ難しいからどんどん打ってった方がいいよ。で、このなんだろう。俺打てないからじゃなくて、今みたいにハルトがペナルティエリアまで食い込んでさ、まあ、ダメで、こう、弾かれたりとか、もしくは、自分たちでね、バックパスしてもいいけど、まあ、ワンタッチ、ツータッチで、かわしてシュートだったり、ワンタッチでシュートだったり。結果さ、多分、打たれたら、相手チームの監督って、それ寄らなきゃダメだろうとかって言うと思うんだけど、寄れないよね。結果論だけ見たらね、シュート打たせないように寄らなきゃダメだろうなんだけど。寄れないよ。1枚かわす、前線で1枚かわすっていう、これかな？あ。はい。はいはいはい。今ね、カバーリングナイスだね。あ、まあ、これシュートかな？これ、
まだ、10番がドリブルしてね、お、やばいぞっていうシーンだよね。まあ、まだ真ん中のラインぐらいだけども、お、もうこの後ろはアンセムがいなくて、お、やばいぞみたいな。で、焦って一生懸命みんな戻ってんだよね。で、まあ、体当てろっていうふうに話してるから、体当ててくんだけど、これ体当てるね、まあ、手でいっちゃってるけど、当てるタイミングが早いんだね。こういうシーンで体当てるタイミングが早くなっちゃうと、相手にこうやってかわされた時に、距離がどん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 空いていっちゃう。これ10番が足速くて抜かれてるんじゃなくて、シュートが当たるタイミングが悪くて、もうちょっと見ようか。体勢が崩れちゃう。体勢崩れるとスピード落ちるから、ね、追いつけそうだよね。追いつけそうだけど、当てるタイミングが遅くて引き離されちゃって、みたいな。まあ、今これはカバーリングのナナトがいたからよかったけど、だから、しっかり、ごめん。だいぶ戻ったかも。しっかり戻れる、あ、戻れるじゃねえ。当たれる。もっともっと走ってんよ。もっと走って、もっと走って、まだ当たんない。まだ当たんなくて、もう一歩、もう二歩行った時に体当てていかないと、今見て剥がされちゃうんで、いなされちゃうっていうのかな。今なんか。振り返しのも見たいので。こういうの早くしろよ。だんだんね、お父さんお母さんが撮る動画がね、カメラアングルとかが良くなってくる、ね。これナイスキーパーだよね。このキーパーじゃなかったら、ぶっちゃけもっと点数入ってたっていうぐらい、このキーパーはやっぱ良かったね。ブレイクアウェイって言って、前に出て阻止したりとか。やっぱ1、2年生あるあるなんだけどさ、ゴールの目の前に立って、ね、ちょこーんみたいな。転がって、正面に転がってきたの取るみたいなさ。だけど、ちゃんと前に出ると、シュートコースがなくなったり、今みたいな相手のドリブル突破を阻止できたり、倒れる必要はあんまなかったりするんだけど。美味しいね。まあ、ここもバチン行きたいね。バチン行きたい。もう、ファールしろって言わないけど、もっとガチン行きたい。相手陣地のところでもっとガチンガチンみたいな。ドイツなんかもう U12 で、あれらしいよ。スパイクとスパイクがコツコツぶつかる音がたくさんなるぐらい。まあ、あれだよ。ファールはダメだけどね。でも失敗しないと覚えないから。もういいね。広しいね。嬉しいね。もっと前傾姿勢で、シュートもそうだけど、走るときはももを上げるんじゃなくて、地面を押す感じだよ。という感じで、藤川 FC にちょっと戻るというか、移りたいなと、言います。これ、ダイアゴナルで走ってきて、あ、ちっちゃいものも。横パスに対して、これね、このフォワードの広志君が、まあ、その背後でもいいし、この、2-2の定義で斜めにこうダイアゴナルで走ってきてほしいところだよね。ここ横パスに対してこのシュートがドリブルする前にそのアクションが欲しいんだよね。そうするとディフェンスが崩れるの。ヒロシがこっちに走ってきてくれると、このちょっと見えにくいこの選手がね、こう縮こまるから。そしたらこの左サイドのアウトかな。ちょっとわかんないけど、アウトのコースが空くし、ね、こっちまで走り抜けるイメージだね。抜け切れてないのよ。ひろしさん、頑張ってください。はい、じゃあ、ちょっと、話し出すと長くなっちゃう。30分が、あれなんだよ、短いんだよ。みんなもう眠いだろうけどさ、こいつ、だんだんおじさんになってきたから、いつまでも話せる。はい。藤川 FC さんとのこれ後半ね。まあ前半、まあ相手のミドルシュートを、キーパーが、龍神弾いて、まあでもしょうがない。ね、で、それに対して素晴らしい詰めがあって、
1点ビハインドから始まっちゃいました。個人の能力とかに関しては、基本的に、まあ、めちゃめちゃアンセムの方がうまかったっていうわけじゃないけども、まあ、相手よりも上だったかなって、アベレージっていうのは平均点。上だったかなっていうふうに思います。ね。ただ、やっぱ、まあ、言ったけど、この日、雰囲気って大事だよ、みたいな。ね。なんていうんだろうな、一生懸命走るとか、まあ、あとは声とか、ね。まあ、エンジンなんてそんなもんじゃん。だって雰囲気を作るみたいなさ。まあ、もちろんエンジンやるときにどういうふうな共有事項を確認するのかとかっていうのもあるけども、絶対勝つぞみたいな、そういうやっぱ闘志っていうのが大事だと思うから、それはサッカーだけじゃなくて、やっぱ大事だよね。うん、楽しいサッカー、でも必要だと思って。そういう雰囲気は大事にしてほしいなと。淡々とやるんじゃなくて、ある程度やっぱ声出してね、一生懸命走ってね。っていうので、やっぱ前半やられたね。まあ一応これルールの説明なんだけど、まあこれファールではないけども、これ素晴らしい審判、誰だろうね。ファールではないけども、こう時間を止めれます。これなんでかっていうと、倒れたのがキーパーだからだね。フィールドの選手だったら、フィールドの選手を即座に出して、プレーを続けられちゃいます。7人でも6人でも。だけど、サッカーのルール上、キーパーはいないといけないということなので、キーパーが怪我していたら、ゲームを止めることができます。ね、しっかり時間は、取っていいです、ね、これ素晴らしいね。これ素晴らしいよね。まあ、シュートがちょっとあれだったけど、まあまあまあ、素晴らしいよね。うん、普通に音声を再生しますことができてる。何か。みんな見えてる。この後もまた素晴らしいゴール入るよね。キックに対して、まあ相手のエラーだけども、一旦のラッシュってことでアンセム上がってないけど、まあいいコースだね。もう、下村ゾーン。下村和樹君、素晴らしいゴールですね。まあ、この時、前の試合かな、岩松戦で話したと思うんだけども、まあ、龍神がどうしても、まあ、適当に蹴ってしまっているように見えました。で、まあ、そのキックが全てと言っていいほど相手に渡ってしまったので、まあ、よく見ろと。ね。で、まあ、相手を見ろと。で、相手がいないところに、配球してほしいと。結果失敗ならまだ OK みたいなね。まあ、失敗はあんま良くないんだけども、フリーだから。じゃあ、どこを選べばいいのかってなった時に、まあ、本当の選択肢はたくさんあるんだけども、まあ、彼に伝えたのは、まあ、ロングキックが蹴れるわけで、じゃあ、ロングキックが届く範囲の右側なのか、左側なのか、中央なのか、はたまた手前なのか、ね。まあ相手が右に変な話固まってたら中央か左かの方がいいし。ね、あ右も左も真ん中もロングキック蹴れねえなっていうぐらい相手チームがめちゃめちゃ引いてるんであれば、手前のね、まあディフェンスやってるナナトとか、リュウはこの時いなかったか。ね、そうか、ソートからにパス、手で投げて、グラウンダーでね、投げてあげてもいいし、みたいな。相手を見て、どこにパスしようかなって、まあ、さっきも言ったけど、相手からやっぱ学んでほしいし。うん。これもね、コーナーアンセム
まあ、練習してねえけど、まあ、下手だよね。5年生には、確か言ったかな。まあ、練習もちょっとやってんだけども、待ち合わせ場所ね。自分とボール、自分は走ってって、ボール君と巡り合って、ドシーンみたいな。ボールの、との待ち合わせ場所を開けておいて、うん。で、かっこよく決めなくていいから、ね。結果かっこよくなるから、ね、どう決めても、お尻で決めても、なんか鼻血出して決めても。はい、じゃあ、ちょっと話したいことがあるので、3点目がですね、フリーキックで決まってます。ちょっとワープします。3点目がフリーキックで決まってるんだけど、まあ、まず相手のチャージはなんでチャージになったのかっていう話と、フリーキックね。でもなんか、ちょろちょろさ、今のキャッチボールだろうとか言われたから、めちゃめちゃ真剣に、こういうのもナイスです。こういうのはロールバックって言いますね。これ話しておきましょう。はい、ここで、ハルトかな、が、ファールを受けてますね。ルールの解説になってる。このプレイした後、ね、アウトかな、とスイッチしたんだけども、ボールのないところで、この藤川の8番が、ハルトに対して妨害したわけですね。そこを見逃さなかったこのレフリー。ね、だ反則なわけですね。すなわちアンセムのフリーキックなんですけども、プレイオーンって言って、まあ、子供たちにプレイオーンって言ってもわかんないから、続けてって並木コーチとかね、他の審判さんも言ってくれたりするんだけど、ファールがあったのは認めるんだけども、そのまんま続けた方がアンセム、要はファールを受けたチームが、得じゃないかっていうシーンはアドバンテージって言って、そのままプレイを続行させることができます。ね。ところが、あ、実はアンセムのチャンスにならなかったの。うん。アンセムのチャンスになるかなと思ったんだけども、チャンスにならなかったからロールバックって言って、さっきの、ファール、やっぱ認めますみたいな、うん。そういうようなことですんで、そういうことがあったら、でロールバックの時は基本的には、手クルクルしてるから。見てみようか。ファールがありました。認めます。プレイオン。お、ロールバック。さっきのプレイ戻って、やっぱ反則認めるわ。審判何やっとんねんって思わないように。はい。もうちょっと先だね。ちょっとね、相手チームは手が出てくる選手。ここだな。これね、うん。なんかこれも、うちかよみたいに言われちゃったんだけど、あなたです。これ、ナナトがファーストタッチして前に走っていくのに対して、ね、相手チーム7番が体入れるのが遅れてしまったんですね。遅れると、この選手どうしても手が出るならまだしも、ユニフォーム引っ張ってしまうんですね。ユニフォームを引っ張って、自分のボールにしたんだけども、ユニフォーム引っ張ったまんまで、ナナト君のプレイを、こう、なんて言うんだろう。阻止じゃないな。制限させちゃった。なので、ファールですね、うん。はい、ここが問題。で、アンセムのフリーキックになって、まあ、とりあえず見よう。はい。相手チーム壁2枚ですね。フットサルは2枚なんだけど、サッカーでは3枚じゃない限り、壁に入り込むことができます。素晴らしいよね。はい。じゃあ、まず今の話からしましょう。はい。ね。基本的にはだけど、基本的には壁を作るときには、ビッグチャンス。なので、フリーキックするチームのね。だから、止まります、プレーが。で、審判がピーって吹いてからキックしないといけない。ね、で、
審判が止めなかったら、相手が壁を作ってようが作っていまいが、リスタート素早く始めても、ゆっくり始めても OK なので、チャンスがあったら、グラウンダーでパスするだったり、キーパーが準備してないときに、どんどんシュート打っていくのは、これは卑怯ではありません。サッカーのルールですんで。ね、で、プレーを止めてほしかったら、しっかりと壁を作ってアピールしないと、時間が止まりませんので。ね、で、まあ、さっき言ったけども、今これ、ディフェンス、藤川さんが壁2枚です。ね、で、新ルールで、サッカーは3枚だったら、相手が3枚の壁を作っていたら、アンセムの選手は、その壁の選手から1メートルは離れなければいけないっていうルールになりました。ね、で、これは2枚なので、この壁の中に入り込むことができます。ね、ちなみに、フットサルだと、相手の、壁は2枚。だと1メートル離れなければいけない。で、コーチ、壁の中に入る意味ってあるの？うん。はい。壁の中に入る意味っていうのは、一番は、キーパーの視界、見えるものっていうのを阻止することです。ね。ボールはめちゃめちゃ速いです。シュート打ってくるわけだから。ね。だからそのボールを蹴られた瞬間に反応しなければいけないわけだよね。だから、キッカーとボール、このボールとキッカーが蹴るこれ、まあ、ハルドを、キーパーが見えない状況にさせてしまえば、まあ、いかに相手キーパーがすごいこう、セービングがうまくても、反応が遅れるので、入りやすくなります。ね。なので、フリーキックの時にイメージ、意識してほしいのは、キーパーの視野を隠す。ね。あ、自分が守備だった時ね。あ、自分が守備じゃねえ。自分が攻撃の時か。攻撃の時。そもそも、要は藤川さんが壁3枚も4枚も5枚も作って、いや、そもそもキーパー見えてねえべってなったらそんなんやんなくていいんだけど、ね。まあ一応そんなことがあります。で、藤川さんのデメリットは、これ、アンセムが、これ、何番だろうな、カズキとか、アウトとか、これ、誰だろう、シュートかな、そうかな。まあね、前に行けば行くほど、もうこれさ、ゴールエリアだよね。うん。ゴールエリアのところまで、アンセムが行っても、この子たち下がるんだよね、ラインを。だから、どんどん入ればいいよね。で、キーパー弾いたボール、ちょーんって触ってもゴールだし、うん。これはちょっともったいないね。うん、ところが、めちゃめちゃうまい相手になると、こう、お、こいつらどこまでも戻るな、つって、ハルトが蹴る瞬間にライン上げて、いわゆるオフサイドトラップって言うんだけど、オフサイドトラップ仕掛けてくるっていう、まあ、コーチ現役の時にそんなバンバンこう、オフサイドトラップに引っかかりまくった人なんですけども、そんなん関係ねえっていうね、スタイルだったんで、引っかかりまくりました。ところがこのチームは別にそういうわけではないので、そういう場合はどん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 前に行って、キーパーの前に立ったっていいから、オフサイドの位置じゃなければ。そうね。この蹴るときに藤川が何をしてるか。ね、オフサイドトラップのイメージで上げてきてないよね。ボールを阻止しようとしてるだけですよね。だからみんなも、そこ見ないとダメだよ。うん。ね。という感じですよね。っていうふうに、もう時間がない。な話で最後です。はい。5年生とかで話してるんだけども、さっき言ったように、キッカーがいます。ね。こっちサイドがニアサイド。ね。ゴール近い方ね。遠い方がファーサイドだよね、うん。で、ファーサイドっていうのに対してキーパーが反応しなければいけないので、ね。まあ、ニアサイドの方に位置取るじゃない、うん。ファーサイドに反応しなきゃいけないのに、自分たちの壁が邪魔で、キッカーとボールが見えない状況を作っちゃうと、ファーサイドにいいボールを蹴られた時に反応が遅れて取られちゃう。ね。なので、
必ずキーパーが蹴る選手のボールとキッカーが見えるように間を空けてあげる。で、この間、ステップ3かなんか U11 かの試合では言ったけど、最初から開けとくんじゃなくて、ね、最初は閉じておいて、まあ、この2人がずれて、キックする瞬間ね、キックする瞬間にだけちょっとこうやってずれて、うん、ボールとキッカーが見える状況にして、アファーサイドキックしてきたな、で、ステップセービングみたいな感じで反応できるようにしようねっていう話をしました。で、もう一個言うと、まあ、さっき、ね、こう3枚だから、この選手の1メートル付近には、このキッカー、赤いチームは近くに寄れないけども、これでも OK だよね。うん、ここからここまでが1メートルよりも離れていれば、なんか、少年だとフリーキックの時、はい、相手チーム7メートル離れてくださいってなるじゃない？でも、味方は離れなくていいから、ここにいても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 いいし、相手チームがそうやってキーパーの視界を広げるために間開けてきたんであれば、自らがこうやって入ってもいいよね。うん、みんななんかこっち側から、右サイド側からダイアゴナルで、ね、弾いたボール狙ったりする選手ばっかだけど、まあそういう風にトリックなプレー。で、普通にポーンって蹴るんじゃなくて、この選手に当てて、ね、落としてもらって、こっちの選手がコースが空いているから、こっからバーンってシュート打っても、まあ面白いんじゃないかなと思いますけど、それをやるには、練習が必要なので、まあ U11 は、まあ、土曜日かなの時にそんな話をしたと思いますんで、もちろん練習、通常練習でもやろうかなって思ってるけど、そのフリーキックの話の前にちょっとコーナーキックっていうところに行きたいので、まあ、試合と試合の間にね、まあ、練習試合なんかの時にはフリーキック、キーパーが、見えるように開けてあげるとか、壁がずれるタイミングとか、まあシンプルに蹴るだけじゃなくて、まあワンツーでシュートだったり、ワンツーで3人目が走ってきてシュートだったり、いわゆるトリックプレーっていうのを練習しても、もういいのではないかなっていうふうに思います。まあ少年でそういうところまで教えるのはどうかなとかもコーチずっと思ってたんだけど、まあちょっとね、まあ4局面プラス1っていう話を今してるので、まあ、ちょっと勝つための話になっちゃったりするんだけど、そういうフリーキックだったり、セットプレーって言われる部分に足をちょっと突っ込んでみたいなと。ね。まあ、小学生でも分かるようなレベルの話にしますんで、みんなもね、J リーグとか見に行ってる選手いると思うから、例えばエスパルスがフリーキックの時に面白いトリックプレーやってたら、ね、この間こんなことやってたからさ、ちょっとやってみようよっていうので、みんなで、トレーニングセッションに組み込むのも面白いよね。うん。って思います。同じことばっかやってたら相手にバレちゃうから、ね。という感じです。はい。じゃあちょっと3分後に、これまた切れちゃいますんで、まあ、レコーディングしてるんで、後で動画で YouTube チャンネルに上げられればな、っていうふうに思います。ね、まあ、時間がないので、質問時間がないけども、一回切れば、またズームできるので、もし質問だったりなんかあれば、この後コーチ別に時間空いてるから、ね、誰かが言ってたけど、お酒飲みながらズームはやってませんけども、次、ね、質問あって、じゃあちょっとズームやろうか。そしたらいきなりビール持ってるかもしれないけども、それでもよければ、ぜひ質問タイムしてください、ね。もうさっきからもうユーゴのおでこしか映ってないんで、そろそろ終了にしたいと思います。じゃあ、まだね。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お、いいねが押されてる。シュート。いいよ。お、すげえ、そう、ヘッドホンしてるじゃん。いい？あ、いいや。何これ、いいね、どうやって押すの？
ありがとうございました。はいはい。静止画かと思ったよ、常は。あんまり動かないから、写真かと思ったら。喋った。じゃあ切りまーす。